皆さんこんにちは、藤本ホセマリです。今日はインパクトを出せるようにしていくトレーニングをしていきたいと思います。今日はまずオーバーヘッドのインパクトを出すトレーニングからやっていきます。なかなかねオーバーヘッドのこうインパクトが作れなくて強い球が打てない、クリアが飛ばない、スマッシュが走らないという人は、まあ、前にインナーマッスルはやったんですけど、こちらの方が手っ取り早くて家でもできる内容なので、ぜひこれをやっていきたいと思います。それでは行ってみたいと思います。はい、それではまず先にインパクトについて説明していきたいと思います。インパクトというのはこの打つ瞬間に、バドミントンで言えばね、ただこう腕を振るだけでもシャトルは飛ぶんですけど、より強い球を打ちたいんであれば、その打つ瞬間にこう強い力をね加えていかなきゃいけないんですね。でそれをインパクトと言います。でやり方としてはこう手首を使ったり、握り込みを使ったり、人それぞれではあると思うんですけど、私が思う一番必要なインパクトというのはこの腕の回旋の動きだと思います。これをですねオーバーヘッドで打つときにこの腕の回旋を使う、レシーブするときであればレシーブするときに腕のこの回旋を使う、そこのインパクト、まあもちろんそこにねこう握り込みとか手首ももちろん入ってくるんですけど、この腕の回旋がしっかり使えないと、強い球につながらないので、それをね家にあるもので手軽にトレーニングできるように、やっていきたいと思います。はい、それではトレーニング道具の作成をやっていきたいと思います。でまず家にあるペットボトル、同じやつを2本用意してください。でそれとあとガムテープです。ガムテープ、養生テープでもいいんですけど、ガムテープの方がより強力でいいかなと思います。これをまず用意してください。それで、どういうふうに作っていくかというと、はい、このようなものを作っていきます。同じペットボトルをの底をそこをくっつけて、そこにテープを貼ったものですね。でこれをまず作っていただいて、そこに、水を入れていただきます。で、この時の注意点なんですけど、まずねこれ十分な重さがあるので投げたりしないでください。危ないです。で、こう腕を回していくんですけど、その回した時に腕からポロッと落ちたりして、こう足に当たって怪我とかすることもあるので十分に気をつけてほしいなっていうふうに思います。であとはできるだけこの丸いものを選んでこう握りやすいようにしていただいた方がいいです。ジュニアの子とかであればもうちょっと軽いものとか、今ペットボトルもいろんなサイズがあるので、握りやすいもので自分のこの筋量に合ったものを選んでいただければいいなと思います。で早速これを使ってトレーニングしていきたいと思います。はい、ではまず腕の回旋のチェックからスタートしていきたいと思います。ですね、まずこの腕をだらーんとした状態でペットボトルをの真ん中を握っていただきます。でこのような状態で今肩がね一番こう楽に動かしやすい状態なんですけど、この状態で腕をまず回していきます。でこの白いところを見ていただくと分かるんですけど、ここから1回転、ここからここまで約1回転できる、くらいまでこうまず回せるようにしてください。でこれは手首とか肩の回旋だけじゃなくて、胸をうまく使っていくことも重要になります。だから、胸を反るとこの外旋の動きが作れて、背中を丸めていくと内旋の動きが作れるので、こう背骨と連動していくようにまず動かせるようにしてください。で1回転を目指します。頑張って1回転目指す。はい、これだけでも結構疲れると思うんですけど、まずはこの腕の回旋の部分ですね。普段使ってない人であればもうこれやってるだけで結構疲れるんですけど、もうこれもインナーマッスルを鍛えている状態なので、ぜひねたくさんやって、この腕の回旋にまず腕が慣れていくようにしてください。で力はできるだけ抜いて、このペットボトルの重さで自然とこう回っていくような感覚でやっていきましょう。でこの腕を回すときにですね、この床に対してこう水平に回ってほしいんですけど、なんかこういうちょっとこう8の字みたいな動きが入ってしまうのは良くないので、できるだけ手首力抜いて肩から大きく回して水平に回せるようにうまく動かしていきます。こうならないように、こういうふうにならないように水平に動かせるようにしていきましょう。はい、じゃあ次いきます。
はい、で今の動きをですね、今度オーバーヘッドにつなげていきたいと思います。体重移動は右からこう左にこういうイメージで振っていくんですけど、この右上から振っていくときに、このインパクトの時ですね、まずはこの腕を回していく、この大きい円の中にこの回線の小さい円を入れていくイメージでインパクトを作っていきます。なので腕を振る動きの中にインパクト、この動きですね、この動きが入るようにうまくコントロールしてください。肩の力がうまく抜けてないと、ここがうまく作れなくて、こういう動きになってしまいます。そうすると強い球は出ないです。だから打つときにうまく力抜いて、ここですね、この動き、打つ瞬間にこの動きを入れていく、この動きを入れていく、この動き、この大きい肩の円の中に小さい円を入れていく、円運動ですね、円運動を入れていくようにしていきます。こうインパクトですね。だからしっかり、この道具がですね、ぐるって回る、ペットボトルマシンがぐるんって回るようなイメージで振っていく、振っていく、振っていくように、ぜひやってインパクトを作れるようにしてください。縦振りとあと横振りもこれでできます。なので縦振りをするときはオーバーヘッド普通にこう振るときにこのインパクトを作る、横振りであれば肩を横にこう動かしながら、なんとなくこう振ってるとラケットが、あ、ラケットじゃない、この、ペットボトルマシンがぐるぐるこう回っていく感覚を作って、ちょっとずつ感覚を作ってみてください。こう肩を振ると自然とこう回ってくる感じです。でこの時に力が入っちゃうと全然動かなくなっちゃいます。なので肩に、無駄に力が入りすぎないようにして、この横振りができるようにしてもらいます。はい、でこれをですね、10分から15分ぐらいずっとこうやって、こうですね、こういうスイング、10分から15分ぐらいこういうスイングをずっと繰り返し続けていると、ラケットを持った時にその感覚がね、入りやすくなるので、これが終わったらラケットに持ち替えてトレーニングしていきたいと思います。はい、そしたら今度ラケットに持った時、この同じ感覚ですね、この打つ時のこのインパクトを作るようにするために、そのさっきの、ペットボトルのスイングと同じ感覚でラケット振っていきます。こういう感覚になってきます。はい、横振りであればこういう感覚になっていきます。はい、これをぜひ、やってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。はい、それではオーバーヘッドのインパクトは今の、練習でぜひつかめるようにしてください。この道具はですね、レシーブとかドライブにも使えるので、またそれもね、上げていきたいと思います。それではまた見てください。バイバイ。